僕の名前はラルフ。パリにあるこのアパートが僕の家。今は一人と一匹暮らしだけど、小さい頃は父さんから厳しく教えられた。他人のものを盗むのはいけないことだと。え？じゃあこの美術品は何なんだって？秘密があるんだ。僕、つまり怪盗 R。